Hi! Welcome to the Ramen World! Thank you, thank you! 今日もこの言葉から入ります。他に言葉は知りませんから、そのうち新しい言葉を考えようと思っています。今日の料理はふわとろ塩ラーメンです。塩ラーメンの上にふわふわとろとろの卵を乗せます。今回のラーメンの命はいかに どんだけ卵を柔らかくふわふわの状態で作ってラーメンの上に乗せるか、それが一番重要なところです。よくふわふわの卵を作るところを注意して見といてください。本当にふわふわに作れば美味しいラーメンになります。じゃあよく見てください。頑張って作りましょう。卵を3個じゃあこの中にカニカマを入れます。カニカマです。でネギを入れます。でマヨネーズ、でこのくらいですね。この中に秘密のレシピ、鮭茶漬けです。全部は入れません。濃くなりすぎる。半分はお茶漬けで食べてください。ここに使うのは半分。半分のお茶漬けです。はい、これで卵が出来上がり。で札幌一番塩ラーメンです。入れます。じゃあまずオイルを入れます。少しオイルは多めです。ふわふわの卵を作るときは中華料理と一緒でオイルは多めです。塩ラーメンです。できました。できました。じゃあこの中に卵を入れます。これは中火でいいです。はい、ふわふわ卵です。はい、これに最後パルメザンをかけます。そして最後にごまを置きます。ふわふわふわとろ卵、So guys、できました。ふわとろ卵ラーメンです。おお、ふわふわしてるね。でまあ、もうまずすぐ食べましょう。これふわふわが大事だって。ふわふわが大事。すぐ食べないといけないんです。じゃあ食べましょう。うわー、ふわふわしてる。ほらこの瞬間、これふわふわしたところが、これがうまいですよ。うん、早速ふわふわ卵と一緒に、食べていきましょう。うん、じゃあいただきます。うん、ふわふわして美味しい。うん、うん、うん、おいしい。めっちゃふわとろやん。ふわふわ、うん、これだから早く食べるっていう意味がわかるね。うん、これはね、この中にお茶漬けの素が入ってるなんて信じられませんよね。あ、本当だ。そういえばね、その味が、そう、何よりも卵の感触、ラーメンと一緒に食べる卵の感触がいい。すごいふわふわです。うん、何よりもね、こう早く食べるっていうのは皆さん分かればいいと思います。本当にもう、ね、できたその瞬間が一番おいしいところなんですよ。そう、本当それが一番おいしい。急いで食べた甲斐があったね、ちゃん。うん、これうまい。うん、今回は塩ラーメンを使ったんですけど、このふわとろ卵ラーメンとすごい合います。うん、何よりもこの卵はね、最高これ。うん、このテクニックも一番難しいよ。うん、卵をなるべく
ふわふわにしないといけないから、うん、それもそう思うよね。うん、これたまんないと思う。卵のふわふわでシンプルなのにこんなに美味しいというか、あ、そう、パルメザン入ってたよ。だよね、気づかない、これパルメザンが入ってたんで。でもなんかちょっと美味しさをちょっとくれてるって感じ、そんな感じがする。ああ、なんかチーズってちょっと入ってる感じ。ななんかチーズのコク、コク、うん、まろやかさ、そんな感じです。何よりも卵とラーメンの重量だよね。うん、合ってるよ、本当に、うん、今日は塩ラーメンを使ったんですけど、味噌ラーメンとか醤油ラーメンとか、あの、使っても美味しいとお父さんが言ってるので、うん、それも醤油味噌はちゃんと合うもんね、多分合うよ、絶対ふわふわとろ卵に塩がベストだよね、塩が、うん、塩がこれうまい、うまい、また食べたいね、これは食べたい。まあこういうこの卵にもやっぱり、重要さがあります。本当にまず一つが油を多めに入れることですね。何よりもふわふわにするってことは油を少なめにすると硬くなっちゃうので、油を多めにすることですね。2つ目はですね、本当にのフライパンのそのままできた後にほっとらかさないことですね。何よりもできたらすぐ、ラーメンの上に乗せたりとかしてください。そうしないとね、せっかくのふわふわが固まってしまうので、うん、お皿かね、お皿かラーメンの上に、あの、すぐできたらすぐそ、あの、移すという、移してください。そうしないとせっかくのふわふわがなくなってしまうので、うん、そうそう、普通の卵焼きになっちゃうので、うん、それが美味しいんだよね、ふわふわ、うん、ふわとろが美味しい。そう、なので本当に皆さんもね、本当にこんなにシンプルでこんなに簡単に作れるインスタントラーメンなんで、本当に皆さんも作ってみてください。はい、So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンとライクボタンとベルのボタンを押してコメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。美味しかったですね、ふわふわで本当に美味しかった。シンプルでふわふわ、うん、でふわとろが本当にたまんないんですよ。本当たまんない、うん、そうそう、これがね本当にたまんないんで、もう皆さんも本当に作ってみてください、うん、じゃあ次回の動画でまたねー。